構美味しいだろ。なんか寺子屋みたいな雰囲気がするやな。でその向かいのところに有名なまんじゅう屋がある。あ、ソロリ。いや、ソロリか小島屋。あ、小島屋の部分で消しゴム。向かい。今のサイズの。ちょっと前まで考えないで。